私は最近発見されたカクコロ島という小さな島に向かっている。この島にはかつて文明があった名残があり、貴重なお宝がたくさん眠っているらしい。今回の私の目的はカクコロ島を探索し尽くしてすごいお宝を見つけ出すことだ。もうすぐカクコロ島に到着する。どんなお宝が眠っているか楽しみだ。おお、ビルダーズとかで再現できそう。ポケモンクエスト、略してポケクエかな。はい、というわけでおはこんばんにちは、ゼロゲンと申します。5月30日にですね、ポケモンの会社、株式会社ポケモンがゲームフリークなのかなが、新作の発表をしたんですね。でその中でね、ポケモンの本編の最新作のピカチュウバージョンのリメイクみたいなのとかね、それは本当楽しみなんですけども、ピカチュウバージョンと EV バージョンどっちかが悩みどころですね。はい、というわけで、でこのポケモンクエストですね、これも今日発表されて、でその日に配信という、無料です。うん、なのでちょっとやってみようかなと思います。はい、タッチはできません。おお、四角いドローン、おお、いいね、なんかいい雰囲気ですね。初代のポケモンだけかな、これ。お、シルクカンパニー製ドローンモビー4、様子がおかしい、ビー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 、はい、起動、あ、戻った。モンスターボール型なんだ。設定がリセットされました。はい、終わりました。はい、じゃあゼロゲンでいきます。おはようございます。了解しました。お、どういうゲームなんだろうこれは。すごい四角いなこれ。あ、御三家にピカチュウ EV もいるじゃん。 EV はなんかいつの間にかなんかなんだろう、こういうなんだろう代表格的なポケモンの中にいつの間にか入ってるよね。いや可愛いし好きだからいいんだけど。なるほど。あー、選ぶの、迷うね。どうしようかな。個人的には人影とか好きなんですけどね。人影というかリザードンが好きなんだよね。じゃあここは EV にしようかな。じゃあ EV ちゃんで、うん、トリッキーで相手を翻弄するバランス型。おお、 EV、 はい、EV します。四角いなこれ。はい、おう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 、どうすんのこれ。はあ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 、野生のポケモンだ、こらった。うん、おうおう、あ、 BGM いいな。あ、勝手に攻撃するんだ。おお、ウェーブクリア、ひー、技を覚えています。あーはーはいはい、突進ジタバタ、はい、突進、あ、なるほど、クールタイムが入るんだね。ジタバタ、あ、物によってはなんか範囲攻撃みたいな感じになるのか。突進、どれか一個、やばい、これ囲まれてるかな。囲まれてるときは、はい、あ、一人しか当たんねえ。今うまいこと当たんなかったってことかな。お、何、
あ、なんか違うの？なんか種族値が違うの？どうする？わあ、後ろの木が壊れたよ。そういうこともあるのか。じゃあこれもう一発突進すればいけるでしょ。はい、オッケー、爆発した。なるほど。まあ未だになんかどういうゲームなのかよく分かってないんですけども、ピーストーンとは装備アイテム、うん、これパワフルストーン、おお、拠点、お、うん、ん、あ、これ、はい、EV 進化とかすんのかな、不思議な守り、ほう、ほうほうほう、あーな、そういう感じでパワーアップしていくのか、これをここに入れる、変わらずの石持ってんの最初から。いや別に進化してもいいよ EV はEV ね、でも進化系の先がいっぱいあるから困るよね。ほう、なんだろう、なんかまあこの島を探検するのが目的なんだろうけど、いまいち目的がよく分かってないんですよね。うん、お宝を探し出すことがゲームの目的。なるほど、ここ、あれでもここ、ここさっき行ったところじゃないの、また別、あ、違うところだな、これなんかな、これは何、これ何、今の何だったんだろう、おい、 OK、 これ仲間とかもそのうち連れていけるのかな、あ、やっぱり食らうね、周りに敵がいたら。あと、いける、いけるね、よし、野生のポケモンだ、あだー、あー、ちょっとやばいやばい、ほい、オッケー、あ、ちょっと残った、いけ、引っ掛け、引っ掛け、引っ掛くとこあったっけ、ここ、これ、あ、なるほど、相手の数が多いと威力もちょっと半減というか分散されるか。お、ニャースだ、四角い四角いな、ちょっとぶちかましとこう、強いな、強いね、やってもいけるでしょ、あ、いか、あ、キャンセルされた、当たったかな、ちゃんと、いた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 、何すんねん、おっし、これ仲間とかどうやって増えるんだろう、なんか手に入った、お、なんか解放したよタフネスストーン、あ、一ポイント上がるのいいね、メインクエストを進めてみることにしよう、はい、調理、はあはあはあ、じゃあベースキャンプ一回戻って、うん、あ、これ、はい、おお、なるほど、なるほど、じゃあこれと、じゃあとりあえず全種類、あ、もうこれ指定されてんの、あ、そう、そういうこと、ほい、 OK、 調理開始、はい、ポロックみたいなものなのかな、はあ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 、
あ、なるほど。そのギフト券がなんか課金用途になるのかな。なるほど。じゃあ探検してこようか。あ、もらえるの？あ、ありがとう。じゃあ早速じゃあ使ってみるか。お、できた。カクコロスープ、ほう。お、ポケモンが寄ってきたぞ。なるほど、食いもんでポケモンを呼び寄せるんやな。あ、仲間になる、やった。コラッタの顔すごくない？なんかコラッタの顔すごいな、近くなったら。やった、ポッポ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 。これなんだろうね、これ、うん、これがよくわかんないな。チーム編成、あ、3人まで連れていける感じかな。で、コラッタをチームに入れる。なるほど。うん、やっぱ初代のポケモンだけかな。あ、料理します。はい、しましょう。あ、オートセット、はい、なるほど、 OK。 はい、どうぞ。だから冒険行く前には料理しておいた方がいいってことだよね。じゃあ探検行きましょう。ん？おんほ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 ん。あ、目安になるんだね、それが。なるほど。今チームのアタックレベルが660だから、あ、割とギリだねいけるのかね。格闘タイプがいるって書いてたよ。イーブやばくない？あ、すごい、全員あるわ。囲まれた？マジで？はい、よし。イーブ食らってるよ、結構。大丈夫？でもなんかのほほんとするな、これな。あ、強いな、キャラピー。キャラピー強いぞ、なかなか。弱点とかあるのかな、これ。どうかな。いけそう？いけるいける。よし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 。お、お、コクーン。俺よく今コクーンって分かったな。いや、ちょっと待って。あ、あいつ硬くなってやがる。とりあえず周りにザコをまず倒して。痛え！ダメ。イーブどうだ？よし。オッケー。で、ここだけになったら、お、倒した。え、なんでコクーンなんだろう。でもスピアとか四角くしにくいよね。なるほど。タフネスストーン。あ、さっきさ、タフネスストーンセットしてなかったような気がする。あ、ショップと通信することで補給。ショップ？あ、これ？ほう。受け取る、はい。あ、これログインボーナスみたいな感じ？あ、そういう感じだね。模様替えグッズとかあるの？で、追加コンテンツを買ったらなんか一気にもらえるっぽいです。うん。いろいろとね。クエスト。まあとりあえず なんだろう。ポッポとね、まあコラッタは後々外す感じになると思うから、まあとりあえず基本はイーブを強化させていく感じでいいかな。クエスト。
お、お、あ、そうなんだ。これ何？ああ、何かをやると報酬としてもらえるんだね、これも。チャレンジ、化石、化石、化石ってなんだろう。香る機能。あ、なるほどね。それ仲間に加えていくと安楽されていくの。じゃあ多分料理あと1回行かないと多分ダメだから、いいか。これなんか変えれんの？あー、まあいいんじゃないか。あ、まあ一応あれか、コラッタにヒットポイントこいつ低いからつけとくか。これいいんじゃない？お、800なかった。じゃあこれでいきましょう。で、あ、チーム編成？チーム編成じゃないな。チーム編成じゃないな。冒険に出かける。あ、違う、ベースキャンプじゃない。ベースキャンプじゃないよ。これまだできてないでしょ。あ、絶対だね。はい、探検探検。探検の方行きましょう。ここ。ここだ。行けるでしょう。ちょっとボスまでちょっと見に行きたいな。ポケモンの子たちさん。そうだよね、やっぱ種族地みたいなっていうか個体差あるよねこれまあその辺はポケモンだよね。でそのね、その発表会でね、ポケモン新作のレッツゴーピカチュウバージョンとレッツゴー EV バージョンっていうのが発表されてね、なんかやっぱ今までのスイッチのポケモンなんだけど完全新作というか、なんか新しい試みをやった、なんだろう、本、まあ一応本編の新作ではあるんでだけど、その完全な新作ではなくて、なんかね、捕まえる時もポケモン GO を意識したような感じでやってるんですよね。まあでもあれはあれでわりかし面白そうだからやってみたいんですよね。で、あのピカチュウバージョンのリメイクなので冒険の舞台が関東地方っぽいんで、やっぱ思い入れがあるのはやっぱ関東地方なんでやりたいな。でポケモンボートもね、あの連動してるんですけど、あ、ロコン、ロコンちゃん、ポケモンボーやってないですよね。別にアンインストールしてるわけじゃないんですけど、一応アプリとして残ってはいますけど、もうやってないですよね。基本的に移動が車移動なんでやれないんですよねよし、イーブがやたら食らうな結構。でちゃんと完全新作のポケモンも開発中らしいです。いいね、完全、まあ、でもどっちかというと完全新作の方がやりたいね、今までの流れを持った。お、フィジョンか。フィジョン、とりあえずザコを倒して、お、なんか出たよ。もう一回気合いだけ、落として、割と力つけて、イーブやばい、イーブやばい、イーブ下がって一回、あ、いけたいけた、よかった。おお、なんかいろいろゲットしたよ。ペペペペン。この辺の音楽は簡単なポケモンだよ。パワフルストーン。おお、アタックがすぐ上がるじゃん。あの、虹色のあれ何？パッシブストーン。パッシブ。そうだね。うん。クエスト。なんかもらえる？お、バッテリーを回復。バッテリーってなんだろう。ポケモントレーナー。あ、10回レベルアップ。なるほど。あ、ギフト券もらえた。これいいね。ボングリだ。
ボール作らなきゃ。割とサクサクできるから面白いね。で料理ができたはず、これで。でなんか新しいポケモン来ないかな。お、これピーピッピーどっち？はい。レッドカクコロシチュー、赤色っぽい。ほう。赤色っぽい。これロコンじゃん。ロコンでしょ？ガーディじゃないよね。あ、ガーディできちゃう。ガーディだったわ。おいいね、ガーディ。ガーちゃん好きよ。いいね、ガーちゃん連れて行こうぜ。で、もう一回料理しとこうか。これ何？オートセットしたらどうなる？おお、な、それがいいの？まあ、ちょっとそれでやってみよう。はい。で、チーム編成して、で、ちょっと正直ね、こらったね。なんか気合いだめがよく機能してるのかどうかよく分かってないんで、ちょっとこれを、これ外したいな。あ、外した。で、ガーディンにつけましょう、これを。ガーディンにこれつけて、で、押して、EV はなんかつけれないよね、今はね。あ、でもこっちの方が攻撃力上がるね。こっちして、で、ポッポにも一応、これつけとくか。ほい。なるほど。こうやって強化していくんだね。技とかもなんかこれ解放されていく感じだね、これね。どうすればいいんだろうね。よし、OK。これでいいかな。うん、いいね。前衛この2人がやって、後ろで飛んでるポッポが。特訓？特訓？努力値上げんの？そんなことしないよね、努力値とか。特訓する。あ、特訓を手伝ってくれたポケモンをお別れする。ああ、なるほど。強くはなるけど、そのポケモンがいなくなるっていう、そういう感じなのか。今はいいか。あとあとポケモンが増えてきたら、やってもいいのかな。お、結構、レベルっていうか、上がったんじゃねえの、レベル。模様替え。ほうほう。ああ、いいね。うわー。あ、カビゴンのソファーいいな、あれ。まあ、グッズ持ってないもんね、今は。ただ追加コンテンツのダウンロードコンテンツ買ったら、グッズも何個か手に入ってた。じゃあボス行きましょうか。そのボスまでちょっと倒してから終わりたいな。よし、行きましょう。ゴー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 。あ、ニトロチャージ使える。いいね。これスピード上がるんかな。素早さ、素早さ高い。はい、ニトロチャージ。あ、いいね。ポッポ後ろの方から遠距離で攻撃するのはいいね。よし、イーブだいぶ食らってるぞ。大丈夫？なんか回復できるポケモンとか来ないと厳しいのかな。ニトロチャージ。うお、マジかよ。やべやべ。おいおいおい。おいよ。よし。危ね危ね。あと2つあんのか、ウェーブ。いやー、厳しいな、これ。ニトロチャージがいまいちよく分かってない。完全にスピード上がってんのかね、これね。よし。お、オッケー。お、ニャーとかいっぱい。あー、外した。ちゃんとポケモンの位置も確認しながら技を出さないとダメだね。おっと、キーがそこだから。お、
頑張れ頑張れ。やばいな、イーブイとポポがだいぶ食らってるぞ。Thank you.